昔幸せな夢を見た。雪原で死にゆく人々の夢だけど、現実では僕だけが生き残っていた。僕はたった一人きりで長い旅を続けた。永遠に続くヨサムを引き裂くために、我が身を巻きにして抗い続けてる人々を見た。彼らの朽ちた死が蛍火となる。もし死者の結末が変わらないというのなら、せめて未練を残すな。夜を切り裂こう。彼らの罪を清算しよう。これはベストコンビだ。即戦即決でいこう。今回の中、断春が咲き誇る。彼女は誰も救えなかった。小学者の救いが鏡を持ったあなた、すでに罪と共に刻まれている。分かってる。それでも僕はこの蛍火を連れて先へ行く。